おはようございます。おはようございます。今日は欅ですね。で、私が大好きなんで、とりあえずまだ、乗り切れないぐらいたくさんあるんですけど、去年、粘りが大事だっていうことで、ちょっとその粘り、どんな風に作っていくかっていうのをもう一回、やってみ、おさらいということですね。で、実はですね、これが去年やったお兄さんシリーズが、3つあるんで、これもちょっと目吹いちゃってるんで、これの粘りがどうなってるか。で、粘り作りの場合は、私はこういう仕立て鉢を使って、やっていくんですけど、良ければこういう本鉢に植え替えるということでやっていきたいというふうに思います。多分ここにいい欅がいっぱいあるので、ちょっと紹介してもらえると。そうですね。これもですね、私のお気に入りの木なんですけど、まあこれがあれかな、展示会とかでも使うんですけど、これだけの寸法で、これ大体20センチぐらいだと思うんですけど、これだけの幹があってですね、粘りとこうコケ順っていってこうスーッと上がってくる感じなんですよね。こうコケていく感じ。これはまあ、欅の中でもいわゆる多感というか、割と皆さんこう二股二股って言うんですけど、これはたくさん枝が出てる、こんな感じですね、粘りに。ちょっと一箇所ここが今少し欠けてる感じなんで、これから出さなきゃっていうところで、というところですね。まあどこで正面でもいいんですけど、比較的その中でもこう幅がね広く見えるようなところを正面にして、これはまあ今年なんかあっても飾れるようにで、飾れる予備軍がこれで、これでこれもやっぱりそうなんですけど、やっぱり粘りですよね。粘り、はい、粘りですね。いいかなと。枝も少しこう二股と言いながらもこう後ろにね、私こういう作り方するんですけど、そういう意味じゃまあ三冠といえば三冠なんですけど、三冠じゃないか、こう間からこう裏枝が出るような、はい、感じで作ってますね。はい、間埋めます。埋めます。多いですよね、その形。そうですね。で、これはね、もうこの鉢は実はもうこの鉢はもう売る鉢だったんで、去年これ売るつもりで多分売れ残ったんです。あ、売ってたんですか。売ってるはずです。これはもう私売る鉢なんでそれなんだけど、今年植え替えしたらですね、意外粘りが良くなっちゃったということで、ちょっとこれは売るのもったいないなということがあってですね。で、価値的にはおそらくこっちの方が太いし高いんだと思うんですけど、こっちもね、まあ粘りいいんですよね。粘りがよくできててなんだけども、まあ将来性を考えて、こっちはお祭り出したかなって。これは買えると。買えます。ちょっと値段はまだ決めてませんけど、ということで、今日はお兄さんシリーズですね。そうそう、何ですか、お兄さんシリーズってずっと言ってますいやいや、これが一番ちびっこシリーズ、まあ、ちびっこシリーズで、これがちびっこシリーズで、これが次ですよね、はい、これも去年やったやつですね。で、これ辺が3つ大体一緒に成長してると思うんで、これですね、これはね、ごめんなさい、ちょっと枝の剪定とかこれも取っちゃいますね。なるほど、そうですね、これ取っちゃって、これ少し上げるか、あるいは抜いちゃうか、木造りにしましょうか。木造りして、植え替えまでしましょうか。はい、と、はい、いうことで、これを今日はやってきます。ようやくたどり着いた。さっきやるって言ったのなかったんですか。これかこれって言ってたんですけど、あ、そうか、これは前段がないんで、これはでも実はすごく楽しみで、けどこれはちょっと大きいんですけど、私の中では、でもこれすごくいい木で良くなると思います。どんどん良くなる。こんなところに吹くんですね。だからこういうのも掃除しなきゃいけないですね。あ、こういうのはだからこういうのはもう取って少しこう端とか。爪でね、やっぱ綺麗にしてあげて、よくね、こするとみたいな、こするとね、こすると大きくなる、大きくなるし、まあ、はい、これ綺麗になってくれればっていうことですね。はい、今日はじゃあこれをやりましょうか。はい、とりあえず一旦片付けますね。はい、気になるのがやっぱりこれが出ちゃってるんで、はい、はい、こういう丸っこいやつで取っちゃいますね。まあ、ちょっとね、傷になるんで気になるんですけど、でもあってもしょうがないんでね、少しえぐるように、えぐるように、はい、少しえぐるようにですね、刺し木もできますけどそれはもう欅はね、樹形が命だからなかなか。そうですね、そうですね。カットパスタ、カットパスタを、僕ずっと欅の株立ち作りたいなと思ってたんですよ。あ、株立ち、そうだ、ここで取り消しちゃって。おお、あ、まあ面白いですね。ありますよね。ありますね。なんかね、上の公園かなんかで見たんですよ。ああ、そうですか。はいはいはい。まあ、自然樹形であるってことはね、いいんじゃないですかね。やりたいなと思ってたんですけど、ちょうどいいのがないんですよ。あ、 あんまりいいの買うとできないじゃないですか。そうですね。
あーこれ気になるな。ここでしょ。いやいや、これ太っちゃったんですね。これ結局こう伸びちゃったんで、取りますか、取りましょうか。これもちょっと傷になるんですけど、将来のこと考えたら、うん、というかこれよりもやっぱ太っちゃってるんで、そうするとこれがこの中に入ってきて、こう言ってもいいんですけどね、これが中に入ってきて、そうですね、寄せてもいいのかなってことは、寄せてもけど、まあ、ちょっと太い、ね、太いですね、うん、取りましょう、やっぱり取ります。はい、植え替えからだんだん離れていってますね。木造りになっちゃった。賑やかな日曜日はね、多いですよね。で今日からなんと杜氏園さんに言っていいのかな、いいんじゃないですか。お弟子さんが、お弟子が増えました。増えました。コロンビア、カンタの弟弟子が、弟弟子ですね。まさかできるとは。ね、しかも外国人。そう、カンちゃん兄弟子になっちゃう。草むしりしてます。草むしりしてます。そう、ちょっと綺麗にしますね。あれ枯れてる枝もあるんで、はい、あとこういうなんか枝作りになっちゃってますね。こういう股から出てるやつとかですね。と本当にね、こうやってやると一番簡単なんですけどね。でザクザクっとね、ザーッと。まあイメージなんで、これで切っていっちゃうんですか。まあ輪郭を揃えるみたいな。そうですね。まあ雑木はもうよく言うんですけど、失敗ないんで、切りすぎても出てきますから、あんまり怖がらずに。あとお祭りも1ヶ月ですね。そうですね、はい、準備開始します。準備開始。僕も T シャツ、うん、あ、そうですよね、見ました。予約開始、この動画ではしてると思うんで、うん、あ、届くのが、4月末予定なんで。あ、ギリギリじゃないですか。予約してる方は先に発送して、はい、お祭りに来てこれるような形にはしたいなと思うので。なるほど。予約して、盆栽祭り来てきたい方は、ここで買ってもいいですけど、そうですね、予約してもらえると。あ、多分 10% オフしてると思うので。ああ、いいですね。よろしくお願いします。あとはあれじゃないですか、なんかこういうボックスみたいなのをして、お着替えのフィッティングルームとなんか、そう、また変なこと言ってた。はい、先手終わり、はい、この先手終わり、いっぱいこれ切りました。いいですかね。はい、はい、とりあえずね、鉢の候補がどうだろう、まあ粘りがいいだろうということを想定してこういう鉢に植えるんですけど、本当は鉢の準備先なんですけど、ちょっとどれがいいか分かんないんで、先抜いてみましょうか。まあもしかしたらまたこっちになるかもしれません。はい、粘りチェック、粘りチェックですね。まあもう結構何年も作ってきてるんで、良くなってることを期待なんですけど、まあ多分分かんないですけど、葉っぱが出てるってことはこっちに比べて多分同じように育ててるんで、っていうことは根も出てるんじゃないかなとは思いますよね。CN ですから言うと。この周りに今十数人。声がいろんな声が、はい、賑やかです。また声の大きい人も多いです。ちょっと太い根が出てきましたね。こんなの、うわ、これはちょっとやばい。やばいのありますか。もしかしたら根が多いというよりは、太い根が出ちゃったから、葉っぱ開いちゃったのかもしれないですね。ここら辺はちょっと慎重に。まだわかんないですね。わかんないですね。なんかあることはありますね。ありますか。あることは。広がってますもんね。とりあえずわかんないんで、周りは、一回切ります。いや、今日は結構根切れるから。切れますね。安心ですよね。もう、昼間さんのいつも見てるから、あ、一回あれ見るとね、なくてもいいぐらいの変な話。そうで、あと裏ですよね、うん、そこは綺麗にしちゃうんで、こう恐れず切れますね。うん、そうですね、それぐらい。はい、じゃあとりあえず一回洗ってみましょうか。この底も後で綺麗にしますけど、一回洗ってみましょうね。おいいですね。ほら、できてきてますよ。うん、とりあえず良さげな根が出てきました。まあまあいいですね。はい、ちょっとじゃあ、多分ね、水苔とか中に入ってるんで、多分去年やってるのは、まあこれが育ったら嬉しいんですけどね。削って、こういうところを、多分ここが何もなかったところ、多分なんですけど、削ってですね、こういう根が出てきてるんじゃないかなって。ここはね、ちょっとあればいいんですけどね。ただ、全体見ると、そうですね、こういうのも多分止めてますよね。
これはなんか特にいいですよね、この辺のね、感じが。これは売り物じゃない。そうですね、とりあえず考えます、こっちの本鉢に入れて。はい、だけどこれは本当にね、何年越しで作ってきて売るときね、いくらとかって、悲しいですけどね。こういうのは、ちょっと今年の作業になりますけど、多分この辺はこう止めてるんですね、ここでね、一回太いやつをね。なんでここからまた細かいこういう根を作っていって、細かい根でもう作っていこうって、こんなに出さないですからね、植えるときに。粘りってね、こんなとこしか出さないんで、だからここなんか今年だから多いわけですね。はい、こんなのはちょっと思い切って取っちゃうかなって思いますね。これですね、太すぎますね。でまたこれを伸ばしちゃうと、またそこに枝が太ったりとか、と細かい根を作って、と細かい枝を作ろうと。はい、バチッと、こんな感じですね。結構太いですね。太いですね。これもちょっと上に上がってきちゃってるんで、こういうとこですね。こういうとこも、だこういう、こういう横から出た細い枝はいいんですけどね。こういうのはやっぱりまっすぐにしてあげないと、曲がったまま、そうですね、曲がったままになっちゃうんで、こういうのをまっすぐにしてあげて。これもですね、なんかぐにゃぐにゃになって、まあとりあえずここから多分分岐していったんだと思うんですけど、これもこれで切っちゃって、この先からまた細いのを出してあげるっていう感じですね。こういうね、この分かれをきれいにするんですね。こういうところを分かれをきれいにしてあげないと、ここから新しいの出てこないんで、ここはね、よく言われましたね。こういう際を一回きれいにしてあげる。きれいにするって言ったら、例えば土を落とすってことですね。そうしないと根が出てこない。こういうのも本当は、細かい根があるねとかね、確認してから切ると一番いいんでしょうけど、例えばこういうちっちゃい、こういうのとか、その下で切ると。むしろ太いのはもう一回切っちゃった方がいいですね。何年ぐらい作ってるんですか。どうですかね、これ去年何て言ったか忘れましたけど、5年とかじゃ効かないと思いますね。でもここまでね、粘りがやっぱりできてきたんで、振るのはやっぱあれですよね。そうっすね。だから思い出ができちゃうと、まあ、欅なんかね、毎年やる作業です。そうなんですよね、まあ好きなんでね、欅は。だけど無限に増えてきますもんね、売らないと。増えてきますね。あんなに大きい棚と家にもあるのに、置ききれないっていう状況に今なってますね。そう、浜野会長からも売っちゃいやって言って、でも売ってもまた同じようなの買うんでしょ。買いますね。そう、他見てね、なんか似たのあったら買いますね。そうそうそう、きっとね、欅売って欅買ったりするんですね。買ったりするんですね。そうそう、売ったやつよりも悪いやつ買ったりしてね。そうそうそう、でまた作ってみる、ね、作っていくんですね。売り買いも楽しいですしね。作ることがまあ、そうですね、そういう方もいますよね。なんか、ある程度できたら売っちゃうってね、ここまで育てるのが好きだって、プロ野球に行くまでが仕事みたいなね。全然わかんないです。どういうことですか。誰目線かな。お客さん目線。目線で対象は高校の野球部のコーチの話ですね、今ね。プロに、送り込むと。まあいいか、やめましょうか。これ微妙だな。上向いちゃってますもん。上向いちゃってますもんね。まあ、こういうのももう期待ですね。そう、あって嫌なものは嫌じゃないですか、やっぱり。あとそこですね、そこのこういう根はもう何の意味も立たないと。そこ根は全部切っちゃうと。そこ根は全部切っちゃいますね。この動画を見てもらえれば、ここまでやっても平気なんだって。毎年これやってますから、まあ枯れることは枯れない。めったにってことないですね。ないですね。ほとんどないですね。ある程度根があれば。そうですね、だから去年もこれ3本やってると思うんですけどね、紹介してますけど。で、上に根が、大きい根があるやつは下を取っちゃっていいわけですね。もしやっぱりこういう放射線状に、こういうのが裏見ると分かりますけど、これね、こっちから表だと見えなかったんだけど、こんなやつも取っちゃっていいですね。これ太りますよね。はい、いかないですね。で、これが綺麗な盤になって、盤根と。盤根ですね。はい。ここら辺もやっときますか、またじゃあ。去年と同じように おまじないですけど、2箇所ここね出させたいんで、出てないところに、去年と同じ発根剤ですか。発根剤ですね。彫刻
くといいです、はい、これもまだ販売されるんですか、今度は。これはもうない入荷したので。あ、新しく、はい、絶賛販売中でございます。販売中です。さっきのドッグウィレエプロンも入ってます、はい、はい、お揃いでね、お揃いで缶バッジもよろしくお願いします。缶バッジもね、結構楽しみですね、うん。あんまり多く削っちゃうとなくなっちゃうんですけど、でこういうの白いのが出ないと、多分この白いところのこのこの辺の周りに形成層があると思うんで、ここら辺ですよね。あ、それと根源と持ってるらしいです。これだ、話の続きですけど、ケヤキはもともとだから根が出やすい、そういう物質を持ってるらしいんで、根源体ですね。なんとかさん、なんとかホルモンと、なんとかホルモンですね。そういうので根が出ると、言い方難しいですけど、面白い動画ではあったけど、まあ、ちょっとあれね、ひどいといえばひどいそうそうね、ただ枝を刺してるだけの動画なんだけど、よくあんな20分も30分も、ひどい、ふわっとしてるし、ふわっとしてるしね、笑っちゃってるしね。最後とかもう疲れちゃってる、疲れちゃってる。これ一応水ごけ入れて、はいはいはい、評判いいです。あれ面白いかったですね。結構自分で言うのも変ですけど、笑っちゃってますよね、もうね。でもそれで面白いって言ってくれるってことは、あ、そうですね、キャラクターを受け入れてもらってるってことですからね。そうですね、ありがたいです。ありがたい。コメントでね、なんかトークが面白すぎて中身が入ってこないって。なんか釣られ笑いの手法な気がするけど、あ、そっか、釣られて笑っちゃう。釣られて笑っちゃう。はい、この辺もちょっともしかしたらまた来年ご紹介するかもしれないですね、はい、この辺の。あ、でもね、昨日ツイッターであげたんですけど、はい、カエデでやっぱり同じように傷つけたところから根がちゃんと出てましたんで、これいい加減じゃないっていうこと、はい、証明できた、はい、ね、僕も自分でやったやつ出てます、出てますか、うん、たまたまかって言っちゃうとね、そうかもしれないけど、こういうふうに削ってルートンはなんか本当は出た根を成長させるっていう人もいるらしいんですけど、発根促進剤って書いてありますからね。よし、こんなところで、こういう時期なんてもう乾かさないようにしないといけないんで、ちょっと水、じゃあ鉢です。鉢です。どうしようかな、どれが、ちっちゃいな、ちっちゃい、深い、もっとちっちゃいですもんね。やばいな、長方じゃでかいしな。ちょっと鉢探しましょう。ちょっと鉢、じゃあちょっと大きいんですけど、はい、一応これにしました。はい、はい、大事な木は、育てる木は大きい鉢とか、はい、こういう仕立て鉢で、飾る木だとか、あとはもう売却しちゃおうかなっていうのは、まあ小さめの見栄えのいいやつをということなんで、少し培養も兼ねて、大きい土ですね。少し高くれてもいいかな。正面はこれですかね。そうは正面。これ正面で、はい。こっち振るとね、これが出てきてさっきいいんですけど、これがちょっと曲がったりなんかしてよくないんで、この辺で。よくね、二股同じ太さにするっていう人いるんですけどね、二股で。まあそれはそれでも一ついいですし、一つ片方太くて芯があって、もう一つ細くのがあってもいいと。そうすると、これをシュートしてこう左流れですかね、はい、となるとこっちに山を作っておいて、これをグリグリグリっと。最近ツイッターでやっぱ私業者と勘違いしてる人がいますよね。見たかどうかわかんないですけど、買い取ってほしいってそうです。ツイッターでボロに言われても「はい」って言えないしそれはウケるな。いやいやですよ、こういう木が何十本あるんですけど、理由があって手放したいんで、昼間さんぜひっていう人が何人か、何人か、一つはこの間からお手紙をいただいたりとか、お断りしましたけどね、昨日ツイッターの方の方は。申し訳ない、業者じゃないです、業者じゃないですし、お金もないです。お金はない使いすぎてなくなりました。だからね、私がほらそういう買い方をするから、うん、なあ良くないなと思ってた、あれ、そうですね、うん、そういう風に買ってくれるんだって思っちゃってんじゃないかなって。サラリーマンですから。なるほど、はい、お小遣い生活ですので、お小遣い生活、家で賃上げ交渉しなくちゃいけないな4月になったらお小遣いが
今ほら世の中はね、物価が高騰してますからね。物価高騰して、あとほらその給料上げようって言うんで企業さん頑張ってますから。粘土が違うんだよ。最後はあれですね、いいよ、細かいやつで、はい、パラパラって一回水をあげて、でちょっと水ごけ足りますか。はい、もう一個あったよね、これもう一個なかったっけ。もう一個なかった。ダメですか。上路の話かぶつけちゃう。はい、こんな感じで、あとは水ゴケを少し周り張ってきますんで、はい、これで完成ですかね。完成。はい、まあ、なんかやっぱ違いますよね。ちょっと ね、粘りがちょっと出たのも、いい感じですよね。そうですね。で、まあ、他の4年、5年ぐらいかな、ずっと作ってきて、これで作ってきたやつが、うん、一応粘りがそれらしくできてます。ね、できましたってことですね、ぐーっと。うん、はい、ということで、粘り作りました。まあまあ半完成ですからね。半完成。まあだからちょっと大きい鉢入れてますんで、はいはい、これでまた根を成長する、だいぶ余裕ありましたんで、うんうん、これで根が成長すると思うんで、さらにまた粘りをね作っていきたいと思います。わかりました。次回はミニシリーズ。ミニミニのケヤキ。ケヤキですね。去年やったやつ。やったやつの結果を見てみよう。はい、そうですね。見てみようってことね。ちょっと怖いです、そっちは。はい。はい、どうなってるか。どうなることやら。乞うご期待。乞うご期待です。はい。はい、ありがとうございました。はい、いい木だと思うんですけどね。噂で聞いたんですけど、はい、今年の盆栽祭りで昼間さんの木買うと、なんかもらえるって。缶バッチを今作ってて、昨日ね、2週間かかってようやく発注しました。はい、なるほど。Qさんのご協力も、もう半ばもう嫌になっちゃってね。イラストレーターとかフォトショップとかね。だとなんだかんだ言ってね、もう諦めかけたんですけど、なんとかできましたんで、ちょっと2種類作りますんで、まあ何らかの形でお渡ししたいなと。多分木買ってくださった方には、そうですね。プレゼントって感じですよね。意外に原価かかっちゃったんで。そうですね。ただで配るのはちょっとって感じかな。なくなっちゃったんで、はい。その代わりにちょっと凝ったバッジを作りましたんで、はい。なんでこんなに凝ったやつ作ってるのかなって僕は思いました。やり始めるといろいろ凝っちゃってね。なるほど。結局、Qさんに作ってもらった、まあ、言っちゃうと、夜のバージョンと昼のバージョンがあるじゃないですか。はいはい、あれもホログラムになっちゃいました。どういう仕上がりになるかわからない。なるほど、はいはい。なんでそんなホログラムにしたいのかがわかんないですけど。そうで、本当はそれと、ホログラムバージョン作ろうと思ったんですけど、うん、それこっちもホログラムになってできてきちゃったんで、今更めんどくさい、値段も違うんですよね。そうで、そうするとまたややこしい話になるんで、もうこれでいいですってしちゃったのが、それできたらまたね、今度紹介しましょう。はい、ということで、相変わらず前段の話がない。はい